お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどうしたんですか？視聴者の皆さんも分かると思いますけど、僕ら新人なもんで、ちょっと道具を紹介してほしいっていうコメントもちらほら見えたんで、先日ながら僕らの道具を紹介させてもらいたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、画面の道具から右回りで行かせてもらいます。まずこれ、多分皆さん建設業に携わってる人はみんな分かるんですけど、これ安全帯ですね。これショックアブソーバーって言って、命の綱ですね。そうです。これ落ちた時に、これだと短いじゃないですか。はい、落ちて、これだとちぎれちゃう、短すぎて。これ落ちたら、これがバーンと広がって伸びて吸収して、どういうことですか？で、ハンマーですね。僕らはこれ、やっぱくさび式足場なんで、ハンマーは絶対にないと。いつ使うんですか？足場材叩くときとか。足場材って手すりはめて、バーン打ち込まないと。そういうときに使うんですね。これカッターで切ってますね、ドリルハンマー。なんでですか？こっちの方がかっこいい。かっけえ。かっこいい。ちょっとトシさんの真似しました。みんなが切る理由ってさ、もともとここぐらいまであるのね、ゴムが、はい、がベラベラめくれてきちゃって、切ってとかして、あ、邪魔だからってことですね。そうかっこいいからじゃないですじゃない僕だけですね、かっこいいから、はい、すごい。これ本当にこういう、これ入れる専用なんですか？そうです、ハンマー差し。はい、じゃあ次、これカラビナですね。何つけるんですか、ここ？ここは僕は普段はインパクトをつけてます。でも普段は重たいんでつけないです。で、次はこの篠ですね。めちゃくちゃ年季が入った篠なんですけど。何するんですか、それは。クランプとか。を締めるときに使ったり、番線くくったり。とか、鬱陶しいやつ折ったら、こうとか。それが一番使い道。そんなにでそれ言っちゃダメだと。もうやばいっす。でも多分、一番使い道があるのは、朝礼のときは、これですね。これを。それ、溶け取るだけだ。これ、朝礼の時一番やってる人多い。遊んでるんですか、それで。だいたい一現場に一人。視聴者の皆さん、勘違いしてないんですが、こういう溶け取るやつしかやらないんで。次。はい、次はどっちですか？袋です、袋。で、何も入ってないですよ、でも。まあ、これ人にも呼ぶんだけど、つけない人もいるんだよね。クランプとか、ここに入るサイズの資材を何個か入れて、うん、例えば手で持っていったら20個とか10個とか、うん、両手をフリーにしておきたいんで、ここに何か物を入れて移動したりします、うん、あと水平器をこう持ってみて、これでまっすぐやったら横でもいけるんですか？はい、これはここが水平かどうか見たいときは、はい、こうですね。そしたらここくっつくんですか？うん、磁石になります。え、すごい。結局足場材が鉄だもんね。あ、ここでね、わかるんですね。で、こっちにも、あの、こっちと同じカラビナがついてますね。普段ここは何に使ってます？ここはモンキーつけます。モンキー、シノと同じ形状のスパナって言った方が分かりやすいですかね、うん、スパナ。一番左がスケール。え、それメジャーとか言うんじゃないですか？メジャーとか。ここも磁石になった。そうです。ざっくり説明すると、ここをどっかに引っ掛けて、そこでくっつける。ここでもくっつくんだよ。すごい。はい、これ柱感。すごい。うわ、びっくり。これはいいんですか？これ何のベルト使ってるかみたいな。みんな一緒なんですか？あ、これですか？僕はタイタンです。小原さんと一緒ですね。うん、色違いですね。はい、色違い。でもタイプも違うんだよね、タイタン。タイプは違います。あ、何種類もあるんですね。そうそうそう。でもこれ、いいですね。肩パッドもあるし、疲れないですね。やっぱタイタンが一番使いやすいかな。そうですね。結局、高いもの買えば間違いないなっていうのは、思いますけど。そうだね。で、田島だとさ、付属品が多いじゃん。これは別売りだとしても、肩パッドとこれがセットだったり。へー。だけど、田島製品になると、これ単体。あ、そういうことですね。これ単体。肩パッドも別売り。あ、そういう単体ですね。最後は。これ何ですか、これ。あ、これですか。これはカッコつけっすね。あ、どっかにくっつけとくとかじゃないんですか、ね、じゃなくて、カッコつける動画。やっぱ渋さで。いや、一番はやっぱ、色っすね。色。グレーで揃ってますね。統一感が一番いいですね。やっぱ俺もそうだけど、色とか考えるタイプ。色配置じゃないですか、一番。配置とかも人それぞれ使いやすい場所で変わってくる。あ、じゃあ、ね、小原さんと岡部さんでも違うってことですか？違いますね。うん、違うね。じゃあ、僕の動画はこんな感じで。以上ですか？はい。ありがとうございました。じゃあ、小原さんの場合何もついてないんですが。はい、俺実用性を考えたんだ、はい、まあ大きい現場だと多分岡部みたいな道具がであってもそんなに苦ではないと思うんですけど、そうですね、住宅回ること多いんで全部取り外しできるようになってる。
取り外とかだと狭い、隣の家とかが狭いとか、じゃあ後ろ通るのに傷つけちゃうとか、そうそうそう、それこそ全部取り外しリールになってて、まあ、今からフル装備をしていくんですけど、まあ、ハンマー、ホールドユー、岡部のハンマーはしまうのが欲しいんですけど、はい、自分のは上ばっかになってて、このカラビナっていうのがあって、そこにカチャンってはめるタイプです。手慣れてますね、取るときも。このカラビナもこだわりがあって、岡部のと見てもらえば分かるんだけど、確かにサイズが全然違いますね。岡部の方が大きくて自分のちっちゃいんですよね。ちっちゃければちっちゃいほどぶつかる時がなくなるので。確かに幅そんなにないですもんね。本当は大きいのだとハンマーもっと楽に取れるんだけど、こうやった時にねじるだけで取れるんだけど、取れない、飽きた、ねじるだけで取れるんだけど、自分のだとねじっても取れない。次はうわいい道具使ってるわ。シノなんですけど、ニックスっていうメーカーで、自分の道具ほぼほぼ、ね、ニックスで揃ってて、特徴はこれ、こういう動きをする金具がついてるのと、革の製品を使ってる脱着用のものがついてる、取り外しができるようになって、これも場所があって、これ田島の製品なんですけど、この専用のところに差し込んでスッて入れるだけ。ニックスのいいところがこれ、こういうのがついてて、まあ、しゃがんだ時に動いてくれるもんで、動かないと多分こう、あ、確かになります、ね、ちょっと僕やってみます。しゃがんだ時に手で刺さると。視聴者の皆さん、これはお金がないとできないです。でも高いの買えばやっぱ長持ちする。で次は腰袋、腰袋、これもニックスさんで、これも同じようにつけれるんです、ね、さっきのと同じですね。脱着、おお、すごい、でかい。で、狭い時とかは絶対につけない、あ、かさばるから。確かに、なので外せるようにはなってます。これもニックス、あれさっき岡部さんにはなかったっすね。あ、モンキーで、上は回るタイプ。ゼネコンとか大きい現場の時にはクリッパー、まあ、主にこういうちっちゃいのはバラシの時に使って、組み立ての時はまとめて番線切っちゃうんで、こういうでかいの大きい。ちなみにこのカラビナも取れるようになってて、田島製品の脱着式のカラビナだったり、こういうスケール、うーん、おーすごい、何でもつけれますね。自分は脱着メイン、基本的にかさばりたくないんで、で使う時はつけて、使わないであろう時は外す、極力物を傷つけないように。で、これは定位置だと、おお、だんだん仕上がってきたっすね。で、これが、なんか一番すごいインパクトですね。派手、やっぱこういうのはぶらないもんで、他の現場で。ああ、確かに。なので、もし盗まれた、もし何かあった時に、あれ自分のじゃないって、分かるように。間違えて持ってかれることも少なそうですね。で、これが定位置だと、左、すごい。で最後スケールなんですけど、まあ普段全部取り外してるときは今こいつがいる位置にスケールもつけてるんですけど、こういうフル装備のときはポケットに縦付けですね。これもまた別で売ってるんですよね。そう、縦付けが、すごい。ちょっと自分のフル装備相当重いんで、リアクション取ってもらっていいですか。私持つですか。重いと思って。だってなんかもう重そうですね、この時点で。片手だと無理じゃない？いやどうですかね。あ、OK だ。あ、そうそうそう。重たいっす。重たいっす。で、前のベルトを締める。無理です、これは。パーパー重いでしょ。これ、毎日これ持ってたら多分私無理ですわ。で、今この重いっすのリアクションから全部外していきます。いけます。軽くなった。軽くなったっしょ。飛べます。私これもらって明日から足も入っています。よろしくお願いします。これもいただくんで。いやいや、ちょっとあの、ちなみにこれは現場嫌になったら売れば高いです。あ、本当ですか。はい、じゃあ多分人生になるで、こっからは道具にかかった今のお金、ね、インパクト入れて動きがいる。風ですよ。お化けがおるってこれ。9万円ぐらいです。10万弱。いっぺんに買う人って今から足場を始める人じゃないですか。ああ、そう。
だけどもう僕らみたいにやってれば買い替えるとか付け足すとかそういうレベルで交換ぐらいな感じか1個ずつみたいなが大体9万円ぐらいかなっていう感じで総額ざっくりで出たわ。はい、ゴラさんちなみにどれぐらいなんですか。20弱やばい20倍違いますね。20弱。ちなみにどれが一番高いですか。石袋だ。やっぱこれですね。それが一番大きいし高いです。これがちなみにおいくらなんですか。まあ8000円。高っ。視聴者の皆さんは、まあ、一般の方もいると思うんですけど、やっぱりこうやって街中歩いて、じゃあ足場屋さんがやってると思ったら、ちょっと道具を注目してみたらちょっと面白いんじゃないかなと、うん、なんか職人の人しか面白くなさそうな動画だけど、うん、いやでも結構面白かったです私。金額だけで見られるとさ、俺なんか悪いやつ悪いことしてるみたいな。いやでも仕事の道具なんです。そんなわけではないんで、あのカッコつけとかじゃなくてちゃんとこだわってやっとる。そこだけ、まあ、職人の皆さんとも分かる、理解してくれると思います。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。ご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録といいね、うん、お願いします。お願いします。あ、お願いします。一言言っといた方がいいんじゃない。チャンネル登録に関して1分もそれまたさっきも言ったんですけど、多分チャンネル登録は指先の動き一つで1秒、あなたの1秒を僕にくださいではまた見てね。